ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆる子です。今回はハードオフ地龍店に来てるよ。ここは何でも引き取ってくれるんだぜ。今回はハードオフ東浦店でお持ち帰りになったものを捨てるよ。東浦店のドル側概要欄にリンクがあるよ。ここはジャンクパソコンが豊富なんだよ。売れないような高い値段で売っているからたくさんあるんだぜ。在庫が過剰に溜まっているね。早速売れなさそうなものがあるね。こんなのが今時1万、1000円もするんだね。速度は第4世代コア i5 と大差ないんだぜ。こっちのやつは3300円だね。3桁でも欲しがる人があんまりいないよね。シングルコアのセレロンなんだよ。これはちょっといいやつだぜ。第8世代だから Windows 11に対応しているね。メモリー容量が中途半端だね。この下のやつは7700円もするよ。さっきのやつよりエネルギー効率が悪いんだぜ。しかもさっきのやつより遅いんだよ。抜け殻もたくさんあるね。抜け殻とパソコンが入り混じっているよ。おいおいおい。なんと1万6500円もするね。見た目に惑わされて買っちゃうと後でがっかりするよ。全くおすすめできないスペックだね。これは値下げされているぜ。値下げ前の価格がうっすらと見えるね。GTX550Ti がついているからちょっとは安いんじゃない？隣のやつは1万、1000円もするよ。SSD がついているから高いのかよ。Windows 11が強引に入れてあるね。公式には非対応だから気をつけてね。隣のやつは3300円だよ。セレロン G1610 は第3世代だぜ。これも売れないから値下げされているね。これは1万、1000円だね。これは Windows 7が入っているね。Windows 10のライセンス認証が通らなかったんじゃないのか？隣にすごくレトロなパソコンがあるよ。1100円だけど動くかわからないような感じだよ。下には迷彩柄の抜け柄があるよ。このケースはとっても重たいんだぜ。それじゃあ今度は奥にあるノート PC を見ていくよ。ノートパソコンがとんでもないことになっているんだよ。とにかくすごい在庫の量なんだよ。わざと在庫を貯めているのか、それとも。これは8800円だね。これはいかにも重たそうなスペックだね。今時8800円じゃ売れないよね。隣のやつは6600円だぜ。さっきのやつより年式は新しいね。速度はすごく遅いけどね。ここはノートパソコンが折り重なっているよ。こんなのが1万8700円もするぜ。シネベンチ R15 の数値は270くらいだよ。高すぎるから誰も買わなくて在庫が積み上がっていくんだね。これは6600円もするよ。キーボードが壊れていて6600円もするのかよ。ちゃんと動作したとしても6600円じゃ誰もいらないんじゃない？これは値札が丸まっているね。値段はなんと1万3200円もするね。こんな値段で一体誰が買っていくってんだ？知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃない？こんな状態じゃいつ液晶が割れてもおかしくないね。こっちはガラスケースだよ。ガラスケースの中身もくっちゃくちゃじゃないか。これなんてキーが故障していて1万9800円もするよ。第8世代は今値崩れが著しいんだよね。キーが壊れてなくてもこれは高いよ。地龍店は常に時代の後を追う値段の付け方なんだぜ。2年前ならなんとか売れそうな値段なんだよね。これなんてひどいことない？第3世代コア i7 のしかも U モデルだよ。コア i7 といえども2コア4スレッドでかなりもっさりしているぜ。この値段なら第8世代コア i7 の U が買えちゃう勢いだね。ここまで在庫を積み上げる店舗も珍しいよね。こんなに在庫が滞留していて本当に儲かるのかな？パソコン関連ではほとんど儲かってないんじゃないのか？楽器やゲームで儲けているんじゃない？こっちの棚もパソコンが重なっているね。引っ掛けたら落として壊しちゃいそうで怖いね。大地震が来たら落ちてみんなダメになるぜ。これは1万、1000円もするね。買ってすぐ使えるアピールをしているね。OS のインストールの手間賃が高いんだね。これは7700円だぜ。これはライセンス認証ができなかったんだね。OS が別売りでも買う人いるのかな？これは8800円だね。これは一回起動したら壊れたのかよ。古いパソコンあるあるだね。コンデンサーがダメになったのかな？マザーボードは CPU より劣化が早いもんね。CPU は割と丈夫なパーツなんだぜ。よく壊れた CPU も見かけるけどね。ノートパソコンの棚は一体いくつあるのかな？
ガラスケースも合わせて4つあるよ。いかに在庫が溜まりに溜まっているかがわかるぜ。今度は一番奥の棚を見ていくよ。この棚は割とスッキリしてるね。一番上にちょっといいパソコンがあるよ。こいつは19,800円だぜ。最近オースでも値崩れの激しい第8世代コア i5 の U だね。ショップインバースでも1万円台で買えるようになったね。これも19,800円だよ。ハードディスクが遅いのは当然だぜ。SSD にすれば普通に使えるレベルになるね。M.2 のスロットがないものもあるから気をつけなくっちゃね。これは10,000円だね。エンマークトロのキーが反応しないのかよ。ロが出ないんじゃ痛いね。ロの代わりにルを入力しておけばいいんじゃない？これも19,800円だよ。第8世代コア i5 の U は漏れなく19,800円だぜ。19,800円でもなかなか売れない時代になったね。パソコン関連は時代の後を追う値段設定だね。値段設定を高くしすぎて在庫が山積みになっているんだぜ。買取価格が激安だから在庫が山積みでも儲かるんじゃない？問屋さんから仕入れていてこんな状態だったら儲からないもんね。たまに知らない人が買っていけば大儲けだね。利益の源は知らない人の涙だぜ。青箱はこんな感じだよ。PC パーツが大量に入っているね。古いグラボがたくさんあるね。動くかどうかわからないようなグラボだらけだぜ。綺麗にラップが巻いてあるね。長期在庫を覚悟して巻いてあるんじゃない？裸のままにしておくと埃が溜まっちゃうもんね。そんなこと誇らしげに言うことじゃないぜ。これらのグラボはくじ引きみたいなものだね。画面がギャーってなっているものもあるかもね。メモリーは乱雑に入っているね。こっちにはマザーボードがたくさんあるぜ。これはデュアル CPU のいいマザーボードだね。サーバー用 PC として使われていたのかな？ちょっと大きめの CPU ソケットだよ。しかしジャンクマザーを買うのは勇気がいるぜ。動くかどうか全く不明だもんね。かなり古いマザーボードもあるね。これはかなりの長期在庫になりそうだね。東浦店で引き取りすら不能だったものに値段がついたぜ。東浦店で持って帰らされたものが500円になったよ。自流店は物を捨てるにはもってこいの場所だね。それじゃあ今度は別のお店に行ってみるよ。ハードオフは地域によってもかなり違うんだぜ。お隣の静岡のハードオフにでも行ってみるよ。ここはハードオフ浜松シトロ店だよ。ここでかつて掘り出し物を見つけたことがあるよ。ジャンクコーナーはくっちゃくちゃなんだぜ。通路にまで物が溢れているね。通路にまでパソコンが溢れているよ。浜松シトロ店は手書きで書いてあるね。古いパソコンだから結構殴り書きになっているぜ。メルカリではキラキラケースに入れて高い値段で売っているよね。これは3300円だよ。 Windows 8が入っているんだね。デスクトップでありながら AC アダプター駆動だぜ。隣のやつは4400円だね。さっきのコア i7 のやつより高いね。このパソコンはデル製だね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの？引っ張ればデルに決まってるよ。床にはモニターがたくさんあるよ。その向こうにパソコンがあるぜ。買いたい人はどかさないといけないね。これは4950円だね。フロント USB が破損しているのはかなり痛いね。隣のやつは4400円だぜ。第1世代コア i5 で4400円じゃもう売れないよね。第4世代あたりがこの値段で並ぶ時代になったよ。隣のやつも4400円だね。LGA775 のセレロンじゃないか。これは3桁でもなかなか売れないんじゃない？隣のやつは3300円だよ。さっきのやつよりマシな CPU だね。しかしこの値段じゃ誰も欲しがらないぜ。隣のやつはもっとひどい値段だよ。これは値札がボロボロだからかなり昔からここにあるんじゃない？ジャンクパソコンはほったらかしなのかもね。性能と値段が全く一致してないぜ。ボストロ200といえば Windows XP の時代のやつだね。これと同じやつを別のお店で1000円で買ったことあるよ。ノートパソコンは重ねて積んであるね。それだけ在庫が過剰だってことだぜ。これは Windows XP が入っているから需要があるかもね。古いゲームがやりたい人が買っていくんじゃない？こうやって積んであると見にくいよね。こっちは青箱だぜ。棚からいろいろなものが飛び出しているね。ATX 電源があるよ。値段は880円だね。こういう時に電源チェッカーがあると便利だぜ。
この下にノートパソコンがあるよ。置き場がなくて何でもありの状態だね。とりあえず置いてあるって感じだね。こっちは PC パーツが無造作に入っているぜ。これをガサゴソやるのは大変だね。いろいろなものが入り混じっているね。こっちはガラスケースだよ。ジャンクのゲーム機がたくさんあるぜ。ジャンクの割には値段が高いね。携帯型のゲームは結構高いんだよね。PSP は手軽にプレイできるもんね。フロッピーが1万、1000円もするぜ。フロッピーはもう貴重品だもんね。未使用品はとっても高いね。こっちにはファミコンのディスクがあるね。3.5 インチより小さい3インチなんだぜ。こっちにはファミリーベーシックがあるよ。人気がなくて大量に売れ残ったやつだね。こっちはジャンクのゲームの棚だよ。Wii U がジャンクで売られているぜ。Wii U はジャンクでも動く個体が多いんだよね。これもゲーム読み込むね。プレステだと壊れた個体が多いんだけどね。この山積みになった初代プレステは壊れている可能性が高いぜ。ケーブル類はゴムの色で値段が分けられているね。ジャンクのマウスは青いゴムで束ねられているね。青のゴムは330円もするんだよ。VGA のケーブルなんて550円もするんだぜ。静岡のハードオフはケーブル類が全体的に高いよね。東京だと110円で買えるものが高いんだよ。ジャンクのゲームソフトはこんな感じだよ。一般的なハードオフとあまり変わらないぜ。浜松シトロ店はジャンクの家電も充実しているんだよ。炊飯器も売っているね。やっぱりハードオフだから楽器で儲けているのかな。楽器売り場はパソコン関連より綺麗に陳列してあるぜ。レジ前のワゴンには DVD やゲームソフトがあるね。 MO も売っているよ。この MO はちょっと安いね。10枚で330円だぜ。それじゃあ今度は中古品を見ていくよ。GTX1070 が19,800円だね。GTX1080Ti は35,200円もするよ。すでに時代遅れのグラボになりつつあるぜ。上にはノートパソコンがたくさんあるよ。中古品はジャンクと違って活字で印刷してあるね。活字でも手書きでもこの値段じゃ誰もいらないよね。くれてもいらないという人もいるんじゃないのか。これは一体いつからここにあるのかな。これはスクラップにした方がいいくらいだね。さっきのやつより年式が古いね。こいつは29,700円だぜ。これはコア i7 だから早いと思って買っちゃうとがっかりするね。Windows 11にも非対応だもんね。これは 14,300円もするね。ストレージが 64GB じゃ更新プログラムが入らないじゃないか。2コア2スレッドでフリーズしてる時間の方が長そうだね。これは27,500円だよ。このスペックが最低ラインだよね。4コア8スレッドでなんとか使えるレベルだぜ。すぐ隣に訳のわからない値段のやつがあるよ。これはさっぱり理解不能な値段だね。何も考えずに陳列しているんじゃない。その隣にまた使い物にならないやつがあるぜ。 Windows 10がまともに動くスペックじゃないんだよね。 Chrome OS でもかなりきついと思うよ。こっちはデスクトップだよ。これは59,400円だぜ。このスペックならそこそこ動くよね。クロックが 4.6GHz っていうのが気になるね。コア i7-8700 は 3.2GHz だよね。隣のやつは 29,700円だぜ。これはもうすぐ使えなくなるからやめておいた方がいいよね。値崩れが著しいね。隣のやつは 17,600円だね。昔のゲーミング PC だぜ。これで重たいゲームをやろうとしたらカクカクになるね。こっちにはショースペース PC があるよ。これは 13,200円だね。この半分の値段でもなかなか売れないスペックだぜ。いつ壊れてもおかしくない年式だよね。隣のやつはもっとひどいよ。これで Windows 10は CPU 使用率 100% で固まっちゃうね。 CPU を乗せ替える価値もないぜ。隣のやつは 11,000円だね。これもさっきのやつと同じ世代だよ。このパソコンはデル製だね。このパソコンだけ棚からはみ出していることないか。誰かが引っ張ったんじゃないの。引っ張れば出るに決まってるよ。こっちは自作 PC だよ。なんとびっくり 49,500円もするぜ。グラボが高いからなんじゃない。2021年のグラボコウトウキだったらグラボ目当てで買う人がいたかもね。隣のやつも 49,500円だね。さっきのやつよりグラボがしょぼいぜ。 CPU はこっちの方がマシだけどね。いずれにしても買ったら損もすることには変わりないね。
この下のやつは5万9400円もするよ。親切に FF14 ベンチのスコアが記載してあるぜ。売れないものを売るために必死なんだね。この赤いやつはなんと7万7000円もするよ。 CPU やグラボに7の数字が多いね。値段にも7の数字が多いぜ。これはラッキーセブンのパソコンだね。全然ラッキーじゃないけどね。こっちのパソコンは寝ているね。売れないから眠たくなって寝ちゃったんじゃないのか。みんな眠たくなるような値段設定だね。そのうち大きいゲーミング PC も寝ちゃうんじゃない。このパソコンは尻に敷かれているね。小スペース PC でありながらグラボがついているぜ。 GTX1050Ti はロープロファイルに対応したやつがあるもんね。上のやつは1万1000円だよ。下のやつと同じ LGA1150 だね。しかし速度の差は凄まじいものがあるぜ。隣に真っ赤なノートパソコンがあるね。サンデーおじさんのセレロンだね。希少な Windows 7だって。 Windows 10の認証が通らなかっただけなんじゃないのか。こっちにもパソコンがあるよ。これはとってもひどい値段がついているね。 FF14 ベンチマークが好きなんだね。隣のやつも2万9700円だぜ。さっきのやつよりマシなスペックだね。2013年頃の CPU なんだけどね。この白いやつは6万6000円だね。これは FF14 ベンチの数値が書いてないぜ。測定するのが面倒だったんじゃない。隣のやつは1万3200円もするね。ジャンクとして1000円くらいで並べておけば誰か買っていくかもね。下にもあるぜ。これは2万2000円だね。これはグラボがないから価格控えめなんだね。さっきの第3世代コア i7 のやつよりかなりマシだよね。これは4万9500円だぜ。これは RTX2060 がついていてなかなかいいね。 CPU もそれなりに動作するね。入荷時期が浅いのかな。隣のやつは1万9800円だぜ。第6世代に Windows 11なんてリスクしかないね。公式には対応してないもんね。隣のやつは1万6500円だね。これは値札がよれていてかなり前からあると思われるぜ。そのうちジャンクコーナーに並ぶんじゃない。いつまでも置いておいても売れないもんね。こっちはガラスケースだよ。中古の携帯型ゲームはやっぱり高いぜ。まだまだ根強い人気があるね。外出先で気楽にゲームができるもんね。こっちには箱付きのグラボがあるよ。これは一体いつから置いてあるんだ。2021年から値段を変えてないんじゃない。こっちは PC エンジンのソフトがあるよ。この黄色いやつはカトケンかな。カトちゃんケンちゃんのゲームに見えるぜ。値段がわからないね。 PC エンジンは貴重だから値段が高いね。こっちには MSX のソフトがあるよ。こっちにもゲームソフトがあるぜ。ここにも貴重な MSX のソフトがたくさんあるよ。やっぱり MSX は高いね。これはロードランナーだね。数が少ないからファミコン版と比べると高いぜ。ファミコン版だと数百円のものが MSX だと値段が張るね。グーニーズもファミコン版は割と安いもんね。MSX はファミコンみたいなパソコンなんだよ。こっちは PC エンジンのソフトだぜ。スーパー CD-ROM のソフトはゲーム機の方が希少だね。箱に入っているやつも中古品なんだよ。ゲームソフトがたくさんあるとワクワクしちゃうね。ファミコンソフトは横になって陳列してあるぜ。色で揃えてあるのかな。結構売り切りな店員さんなんだね。ジャンクコーナーはくちゃくちゃだけど中古品は整理整頓がされているね。それはどこのハードオフも同じだぜ。初代プレステの電車で号があるよ。初代のやつは専用コントローラーも安いんだよね。こっちに PC エンジン実機があるよ。 PC エンジンは実機も高いんだぜ。やっぱり数が少ないやつは値段も高くなるね。ファミコンは数が多いから安いんだね。というわけで今回はハードオフ自由店と浜松シトロ店に行ってきたよ。どちらもパソコンの在庫が過剰になっているぜ。パソコンに関しては店員さんが無関心なのかな。まあ他でも浮かればいいってことじゃないかな。浜松シトロ店は地流から国道23号のバイパスを使うと便利だぜ。ご視聴ありがとうございました。